はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数、レベルアップしよう円と球についてやっていきます。で、この前の動画で球、で、もう一個前の動画で円についてみんな勉強してもらったので、その円と球に関するちょっと難しい問題を3問、今回ね、やっていきますので、きそうなくはね、ぜひ動画止めてチャレンジしてみてください。いいかなでは早速ね、1番から解説やっていきましょう。 で、結構似てる問題が多いんですけど、どういう問題が出てくるかっていうと、今これ、長方形ね、の中に円がこう、綺麗に、パコってはまってる感じ。で、こっちの2つの問題は、箱の中に、まあ、ボールって今回書いてあるんだけど、9だね。まあ、9ね。ボールが敷き詰められてる。6個入ってます。16個入ってます。って、このタイプの問題が多分みんなの教科書にも載ってると思います。どっかにね。で、有名で結構テストにも出てきやすいので、ぜひ押さえておきましょう。 じゃあ、まず1番から行くんですけど、右の長方形ありますよね。で、半径書いてあります。この時の縦と横の長さ求めに行きます。で、これは大体が半径が書いてあるんですけど、まあ半径でも直径でもどっちかが分かってれば全部求められると。なんでかっていうと、今、この長方形、横ってどこって言われたら、横はここだよね。ここ。 ま、上でもいいんだけど、ちょっと今が下でやらせて。ここが横なんです。で、今、ここ7センチじゃないですか。ってことは、ちょっと伸ばすよ。ここ何センチって言われたら、ここも7センチだよね。だって、半径と半径同じだし。でしょで、これ、綺麗に入ってるから、これ両方とも円、同じ円なのね。ってことは、ここも、これ曲がっちゃった。7センチだし、 ここも7センチなわけよ。つまり、横にピーってここつなげちゃえば、7センチが4つあるよね。つまり、7×4 すればいいから、28と分かるので、横の長さは28センチってのは分かります。じゃあ、縦どうするってなった時に、縦は、ここだよね。長方形の縦。じゃあ、これもね、 こここに持っっててきちゃえばいいのよこうやってだって円の半径はどこでも一緒なんだもんだから中心からピーってやったここも 7cm だしこっち側も当然 7cm なわけだから 7cm が2個ピーってつなげられるからねこうやってだから 7×2 をすればいいから 14cm とわかるつまり答えは両方赤で書いちゃうね 縦は、えー、で、えー、横横の漢字まだ習ってなかったらごめん一応あの奥にはつけたけどね横が、えー、28cm と。今で終了となります。 で今回は7センチだったんで、こうやってなりましたけども、みんながね、出てきてる評価書の問題とかが、6センチでも8センチでも、半径とか直径分かってれば、そこをどれだけピーって伸ばしてあげればいいのかなで、ぜひ考えてみてください。で、2番。ね、2番は今度箱の中に、半径3センチメートルのボールが6個入ってます。で、まあ、ちょっと、絵は下手くそな人許してね、箱にボールが6個入ってると思ってください。で、こういう問題のポイントは、上から見る。 上からこれ今斜めからねこう見てるので上から見るとどうなるかっていうとまずちょっと青といっかこのボールがさ6個あるでしょでボールって真上からみんながねこのボールを真上からピーって見た場合は円になってますまん丸でねでそれがちょっとこれはフリーハンドなんでごめんね円があちょっとくつくなったよいしょ真上から見るとよいしょ こんな感じで、まあ、6個入ってる。もちろんそこにはね、こうやって箱が、よいしょ。ちょっとずれてるのは許してください。こんな感じです。真上から見るとね。で、今、この箱の縦と横の長さを知りたいんです。で、縦はどこかっていうと、さっきと一緒。ここね、ここが縦。で、ちょっと赤ペンが、あ赤ペン閉まってね。が、横はここです。 ここが分かりたいの。で、今何が分かってるかっていうと、半径が、ボールのね、半径は3センチですっていうことが分かってます。で、これもちろん全部同じ半径なので、まあどこにしようかな。ここにするじゃあここにしようか。ここの半径、これが3センチってことが分かってます。で、さっきも半径でやっちゃったんだけど、ちょ、直径しちゃおうか。半径3だから、ちょ、伸ばすよ。ここ。ピー、ピー。<laughs> 半径は、ね、3cm だから直径は2倍 3×2 で 6cm になりますとでこれ見たらさっきと同じでここ 6cm でしょじゃあここは 6cm だよねここは 6cm だよねってだから 6cm が3つあるわけよつまりここ横は6が1個2個3個つながってるので じゃあ六センチが三個分で出るじゃん。まあつまり十八だよね。っていうのがわかるし、縦も、じゃあこっちにしようか。そうグレアしてるからね。ここ持ってくるよ。よいしょ。直径書きました。同じく六センチですよね。全部同じ円だ。円だからだからね。じゃあここ六センチだから、もう当然ここも六センチだよね。だから六が二個入らない。まあね。点が分かるので、だから箱の 縦は6センチが2個分つまり縦は1 2ンチで横は6が3個分なので1 8ンチこれで箱の縦と横の長さ分かりましたっていう問題つまりやってるのこれなんだよね同じなのつまり今ボール 9になっていたんだけども、真上から、みんなが真上から見ると、こうなってるよねっていうのが書ければ、もちろん書くのめんどくさいから頭の中でやってもらっても構わないんだけど、慣れるまではちょっと自分でね、円が6個あってって書いてみるといい。外ん、と分かりやすいからね。いいかな。よしでは3番、最後ね、鬼マークいきましょう。まあ似てます。ボールが増えましたけど、ボールが16個入ってます。で、この箱の縦と横の長さは同じで、箱の長さ、 が出てる。先に40センチって。で、その時、ボールの半径を求めなさいっていう問題です。じゃあ、<laughs> 16個書こうか。いくよ。真上からね。真上から見ると、これを上から見るとね、ボールがこういうふうに4個4個の列で並んでいるので、1、2。あの、ここ時間かかるんで、早送りしてもいいよ。<laughs> えっと、厳しいな、これ。ごめん。よいしょ。 よいしょこれで8個さあまだいくぞよいしょあつながんなかったさあ最後の4つだちょっとなんか一番左がちっちゃいな <laughs> まあちょっと許してこんな感じね上から16個分入っててぴったりちょっと横多分ならないけどこんな感じで箱の。 隅っこ分がありますと、まあ真上から見るとこんな感じになります。でさっきと違うのは箱のの縦と横の長さが40が 40cm かってますだから正方形だよね上から見るとここも40だしここも40ということが分かっている。じゃあその時このボールの半径です。まあ上から見たら円になってますけどこの半径を求めに行きたいと。じゃあどう考えるかっていうとこれはね半径いきなり行くよりも先にちょっと直 直径から言った方が楽かなと思うので、ちょっと直径を考えましょう。直径ね。まあ、直径分かればさ、半径すぐ分かる。半分にすればいいもんね。じゃあ、直径どうするかっていうと、さっきと同じように考えます。いくよ。じゃあ、どこ使う真ん中の方使おうか。じゃあ、横でいいここ。これが一個直径ですよね。で、今、横っていうのは直径が何個並んでるかっていうと、まあ、全部同じように考えます。一個。 2個、3個、4個。つまり、直径が4つあるんです。横ね。もちろん縦に考えても一緒だよね。縦も直径が1個、2個、3個、4個だから4つ分です。で、直径が4個揃うと40センチなんだよね。だってここって横と同じ長さだから。い直径が4個で40センチ。だから、1個い。1個の直径はいくつって考えたら40、40センチ。 から、4を割ればいいよね。4つ揃ってるから。で、4で割ると40、40割る4なんで、10センチってことが分かります。つまり、えー、っと、ここの1個分が10センチ。上、上がよかったな。10センチ。ここね。1個分が10センチってことが分かったんです。でも、今、求めたいのは、ボールの半径です。だから、直径が10センチって分かったので、じゃあ、これを。 割る半径にしたいからね半分にすればいいから5となるので下かけるかな半径は 5cm ってこれでちょっと切れちゃったちょっと下げるよ。 半径は 5cm で終了となります。だから、全部の問題に共通して言えることなんだけど、こういった図にまずしていく必要があります。まあ、こうなってあればいいんだけど、箱に詰め込んでる場合は、上から見て、ね、えっ、ー、と、円が何個。で、そこに箱の周りを書いてあげれば、何が分かっているかによってね、求めるものが変わってくるんだけども、基本的に全部同じやり方で求めることができますので、ぜひこんな感じでやってみてください。 それでは、今回はね、円と球のレベルアップ問題やらせてもらいました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。